ぱりね、やっぱり早田選手さんに、ね、求めるお客さんやっぱ多いですよね、はい、はい。さあでは VTR です。ダブルスの最初の第一マッチ、やっぱりこのダブルスが大事だというのはもう間違いないところですから、このしかしチェンとジャンのコンビはこれはもう世界レベルのコンビと言っていいですか。やっぱりそうですね、はい。で、まあ一つはやっぱりコミュニケーションというのもダブルスにとって非常に重要なので、まあ、松平選手とですね、ジャン選手ですかね、リホンチン選手ですね、はい、コミュニケーションをこれからどのように取っていくかというのが課題になってくると思います。なるほど、はい。逆にこのジャンとシャンのこのコンビは本当にコミュニケーションもバッチリですもんね。そうですね、はい。まあ、言葉の問題もありますし、うん、その辺2人でやっていくといいペアになるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、はい。そして第2ゲーム第2マッチがこの前田美優が今日は本当に健闘しました。そうですね、はい。ホン・キンウェイ選手は相手に本もね、ただ、さすがというゲームではあったんですよ、ね、ですね、最後は格の違いを見せつけられたという感じでしたけど、前田が大健闘をしてゲームずっと流れを取っていたんですが、はい、最後、一気にフォンが来ました。そうですね、はい、いやこの辺りもずっと前田ペースだったんですよね。そうですね、このゲームですね、はい、これもセカンド第2ゲーム第3ゲームの半ば、いや第4ゲームの半ばぐらいまでは行ったんですが、一気に最後本が一気に本当に来ました、はい。そして最後のゲームはあっという間に本が第5ゲームを取るという形になりました。やっぱり5ゲーム目の1本目はすごかったですね。すごかったですね、はい。そして第3ゲーム、この内波とチャン、このゲームは完全にチャンペースでした。そうですね、はい、チャンもね、チャンのこのもう本当に内田も対応はしていってたんですけれども、やっぱりチャンがすごかったですね、このゲーム。そうですね、はい。やはり経験値でここでどのサーブを出したら効くですとか、はい、そういうのがやっぱり見えた試合でしたよね。そうですね、はい。そして最後は早田でした。リホチン相手に非常に注目されたゲームだったんですが、もう完全な早田ペースでした。そうですね、まあ、本人初対戦と言ってましたけど、はい、初対戦じゃないような読みですよね。そうですよね、はい、あらゆるパターンを駆使というよりも完全に出して、もう完全にリホチンを翻弄しました。そうですね、はい、いや本当に今日の早田は圧巻でしたね、はい。まあ、リホチン選手も特徴がない選手ではないんですけども、うん、まあ、もっと特徴が、まあ、あればいいのかなという、まあ、早田にしてもフォアハンド強烈ですし、はい、まあ、そういうのが今後必要になってくるんじゃないかなと思います、うん。リホチンも世界ランク上位の選手でトップクラスの選手ではあるんですが、はい、今日は本当にそういったところも感じない早田のすごいプレーで3対0でゲームを終えています、はい。先ほどもご紹介しましたが、これ北九州メディアドーム小倉